ちなみに、私はこの数分で眠気に襲われています。いや、もともと眠たいんだけど、でもなんかね、限界突破してたわけでもないけど、別に。冴えてたの。今日でもさ、今日めっちゃ鼻詰まっとうっていうかなんか今ね、話し始めからね、めっちゃ鼻詰まっとうぐらいの、 2人までずっと目つぶって話しとったっけんちょっとビビったそら <laughs> ちゃんこんばんザイシオさんもこんばんイルームの顔さん,なんていうの七瀬葵って名前らしいよこんにちは <laughs> 日本の魅力をもたらしの心とエンターテインメントの力を使って世界発信していくアイドルグループバンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵ですやばいな,なんでこんな眠いんだ 危な、マジ寝る、危ない。ケイさん,こん,ん,んこんばんは、かけちゃんもこんばんは。まささんもやっほー、あったかくなりましたが、言葉に信憑性もさせるにはどうしたいむずいよな、でも結局口頭な気がするもんな。でも私も、そんな、苦手だからさ、そういうの。わかる。 ごめんなさいおはげありがとうタコちゃん初見じゃないわ DD さん今日もお疲れ様ですありがとうななさんっさいうのめっちゃ好きですツイートフォローしてましたもうしてたもうしてたぞーめっちゃ眠いちょうさっき青ちゃんついてトえー、ありがとう わかんない。でも、ソラちゃんがどういう行動してたのかわかんないから、一概に行動とは言えないと思うけど。<laughs> おはげおはよう。二次会いる。うちも思った。ああ、ツイッター共演してないなーって思いながらさ。でも、多分マジ、ちょっと短めかも今日。寝落ちして寝言言ってら、でもね、最悪寝言は暴れるけど、よだれはバレないんだよ。<laughs> アレベルアップすごいありがとうハゲ、はい、ピンクのラブレター兵士訓練いってらっしゃいありがとうもうすでに夢の中があえマジそれマジ普通に気になったよだれはネタですでもさうち一回やってみたいんよねなんかさ自分の寝てる姿をさ カメラとかで撮ってさ早送りとか寝言言ってるとか見てみたいエなルギヤホーシューシューああ裏返ったシューシューさん初見ですーす日曜おえー、ありがとうライブ見てくれとった目あったうちと <laughs> 目立った人ですすか来ててくれてありがとうございます日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界を発信していくアイデルグループザー、ま、ジャパンの福岡県の伝道師のなさ恵ですよ,よろしくお願いしますちょっと今日はラジオなんですけどあとちょっと寝る寸前みたいな眠気をかま,しんかましてるんですけどよろしくお願いしますええ寝顔はいいなんか動画何定点カメラみたいなさ でもさ、ああいうのってさ、暗視カメラとかでテレビとか撮ってるじゃん。ね、暗くないと、寝れない。嘘。寝れるかも。<laughs> 眠ければめっちゃ。オッケーお気を流しのび、忍び,び込んで。やばい、寝てるよ、口が。口が、何もまわめてなかったよ。今、びっくりした。 自分の姿を上側に出る幽体リーダー、それ死んでるかもしらん。いろんなか、なるほどでも、万歳ジャパン気になってくれたん。ありがとうシュうシュうさん。シュうシュうさんでいいよね。いい、いい <laughs> こっちだと一見、ビューマージュン、やったでもまだピッチピチの20歳だよ。さくらあとなんで教えさいうちの <laughs> 私に行けたら <laughs> ほとんどマ夢みたいでちょっとびっくりしたテーテカメラテーテーテーテテ,ーテカメラじゃないないやわかるいや分からんテーテカメラはそれはうちの活動性がまま回ってないんよ眠くて大吉さんヤッホー どんだけーどうして <laughs> 一番若いはずなのに大正時代を思い出す大正時代を思い出すこれねけどかなり挨拶してきたいうるさい人だうるさい人これ今年の初夢すごい夢見たねこの初読その先マス読みになってんじゃんビビる えー、えみんなさ自分の寝顔寝相とかさ気にならんなんかどんぐらい動いてんだろうとかなんかさ寝る始めわかる寝始めはさ例えば仰向けでちゃんとまっすぐ寝始めたとするじゃんで起きてる時もわりとそうだったりするけどさ体はそのままでもさ布団とかめっちゃ動いてるみたいな時ない からそこに行くまでの過程何があったんだろうめっちゃ気になるモニター欲しいわかるーふにゃふにゃしとるおしいかわいすぎだったふにゃふにゃマジ眠いほんとにもうね今一生懸命寝ないように頑張ってるまあ布団から出ろって話なんですけどもう出れなくて <laughs> 幻ーいっこうさんの真似させられるー 呼び方何でも大丈夫。だいたい配信シュシュが、じゃあシュシュって呼ぶ。呼ぶね勝手に呼び捨てにしちゃったけど。よろしくねシューシュー。でもちょっと今日眠すぎて全然口回っとらんかもやけど。よろしくね。ラビタン、ひー。ラビタン、ひー。久しぶりに今日はシューリさんに会いました。 気になるるよね,ね、ま、さゆめビビる私は寝方綺麗ですえー、すげえ絶対綺麗じゃない自覚があるでも日にもよるにょなんか割と外で寝るとおとなしくなるつもりなんやけど例えばさなんだろう、ね、おとなしくなるつもりなんやけどもうこれは本当にあの今ねちょっとい,、ま、いないんであれなんですけど。 バジルパンコスパニックエンターテインメントでキャンプ企画の動画が上がってるんですけどその時はね思いっきりねあの蹴りました本当にごめんなさいって言いましたでも蹴った記憶あるね <laughs> ぼけながらえから今蹴ったくねって思った記憶あります、まあ、ガーンっていうよりえどう蹴ったんだか忘れたけど マジめっちゃ寝相悪かった多分寝心地がキャンプだったからってのも歩けたろうけどおじさんこんばんははいあ「結婚しよう」が入ったまたね <laughs> 私気づいたらえ頭反対はさマジでうちはねなったことないしわかんなかったんだけど。 ちっちゃいから妹もねそのタイプで何でだろうって思ってたら今ずっとでもねなんかパって目覚めた時にちょうど妹の寝てたベッドが見える位置で寝ててね妹がね起き上がったのむくってで妹の名前ね何々って呼んででも何も反応しないんだけどその後すごい何事もなかったからに枕じゃない方に頭を置いて寝たの <laughs> もう向き変えて 一回起き上がって向き変えて寝たの <laughs> こうやって頭が反対になってるの <laughs> って思って <laughs> めっちゃ笑った笑ったっていうかその時は眠気取ったけど驚いた記憶ある青いなでたい大丈夫かなそれセクハラだよつって <laughs> 勉強の高まるあーいいじゃんもういた ちゃんと寝たはずなのに朝起きたらゴミ箱それはほんとにわからんよ <laughs> お酒飲んでる次は <laughs> さんごめんなさいホテルとかめっちゃおとなしくてそうホテルとか外に泊まった時眠くて記憶残ってなかったら次の配信でもしょっけん記憶はさすがに残ってるかな記憶はさすがに残ってる じゃあ次の配信もぜひ来てねもしかしたら記憶消えとって初見詐欺にできるかもしれない <laughs> まさに今日のアオイちゃん <laughs> そんなにそう結構頑張ってるよ寝存悪くないし死んでるっていうかえー、でうち多分ねいや時にもよるけど剥ぎしりやばかった時期あっ あったというか今もやばい時もあるのかもしんないけどでもやばくて多分歯ぎしりがやばくてなんですけど近く過敏になった今でも近く過敏なんですけどちょいちょい近く過敏ってさ結局感覚の問題だから調子いい時と悪い時あるけどマジで痛い時は空気通るだけであ冷たい空気が通るだけでマジしみる <laughs> ぐらいの近く過敏になりました 最近はまだマシなんですけどおじさん寝起きは悪いかもな私しの結婚しようは断るのにごめんねいつもやってるでしょじゃあ一回「いや断らんのって見る?」って思ったけどそれは嘘だなって思っちゃったよ でもありがとうって結婚はダメって言ってるだけじゃん結婚ってむずいもん <laughs> <laughs> 合宿の夜の時に落ちる夢って思いっきりかわくな <laughs> いやん、ね、えでも落ちる夢ってあるよねなんかさ寝始め眠りに入ってすぐぐらいに多いあれね 分かるな厳しすぎて泣いて泣かないで飲んでなくてゴミを固まつくもすごいなまあなんか飲んで記憶なくすもあんま分かんないんだけどさ小さい子は寝相悪くて一回でて、ね、えー、足が真っ暗に一回なったけど起きる頃には元に戻ってんの面白いなけどなうちの妹も割とそんな人だったな 一回逆になるけどそっから主人を戻ろうとして結局変なところで起きるって面白い小さい子の方が寝相悪いもんねいるやけ系しないさやッあーハイちゃんの声聞き分けることできるぐらいに浅い眠り浅いね眠り浅いすぐ起きるもんソルちゃん次はさ初老ですそうなのか OK されたらされたでこう。 それ配信ボタン押したつくもりで一人でトークしてて <laughs> やばいほかホテルの友達の寝言め見知られってたことも、ね、寝言い, <laughs> いや分かるうちもさ友達にさ寝言やばい人いてさ何だったっけなあれなんか多分修学旅行的なやつだったと思うでもめっちゃ仲いいけど普通にお泊りもしたことある だから高校、高校の時の友達なんやけどなんかでもめっちゃ寝言面白い人いたしなんかさ寝言めっちゃ面白い人ってちょっとさこれであんま良くないって言うけど話しかけたらさ一瞬なんか反応する時もあるじゃんそれが面白かったあでもあれだ え何なんだったっけ待って思い出したい <laughs> えヤマロはね寝言言ってたと思うの絶対 <laughs> ヤマロちゃん名古屋で同部屋だったんですけどヤマロの寝ぼけとうのマジで面白くててかそもそも眠りにつくまでがもう。 なんか30分前まで話しちゃったよねみたいな速度で眠るけど赤ちゃんのようにで何だったっけだんかねめっちゃ寝言,言言ってたけどね忘れちゃったけどめっちゃ笑ったもうマジめっちゃ笑ってたでもそういうの見るとちょっと話しかけたくなっちゃうから。 ちょっと話しかけたらね、絶妙に返事すんの <laughs> 寝言でちゃんと使え <laughs> え、わかるもうこう、そういう夢見てんだろうなって寝言言う人いるなんだけど、え、うちも、ね、いたの、なんかもうね なんかもうあまりにもはっきり寝言をしゃべる友達がいてなんか何だったっけなマジ何人かとねえでも多分修学旅行かなの時にもうなんかあまりにも喋りすぎてめっちゃすっと笑ってた。 いやそうなのあそういう夢見てんだなってわかるぐらい喋る人聞くと嬉しい面白いよね全部さや月きのいい役すごい <laughs> 全部食っちゃったなで願、ね 寝言が会話になってたそんだけ一回オけケーしたやつは自分の人生もっと考えてな <laughs> 真顔でな急にね冷静になるやつね <laughs> じゃあいつかあっ胸、ね、ネタバレするとこったさっき「二点のニュースゼロでこの前ま変身してたおーそうもう日付が変わって19日になったのでね明日オープンなんですよ TikTok で流れてくる旦那ので、ね、何それちょっとさ最年少って言いながらさピチピチおばあちゃんだからさ TikTok 分かんないんだよねいや分かんないし見たことはあるのあまりにも流行ってるから見てみようと思ってなんかねおばあちゃんにはちょっとどこが面白いのかがまだ分かんなかったメンバーで寝、ね、そうえ分、ー、かんないそんなメンバーみんな見たことはないけど でも眠い時に面白いのはリマさんだしマジ眠いリマさんめっちゃ好きなんだよねリマさんって普段割としっかりしてる系統のお姉さんって感じだけど眠い時はもう本当に眠くてもうーん、眠いって感じだからマジで好き でも惣菜、ね、話してたと思ったらこうやって <laughs> そう30分前まで会話しとったよねってビビるでもなんかさそう名古屋でヤマロと同部屋だったんですけど山野はもう徐々に眠,眠いんだろうなって思うからあえてなんかあここで多分この後話し続けることもできるけど黙ったら絶対山ロ寝るなってタイミングでうちはあえて黙って ふっと寝かしつけてた <laughs> でもねヤ山ロはね数回起きたのちょっと自分で寝落ちしてたっつってでも結局寝ていきました <laughs> フラントイブのフィロイ休みなの別にえありがとうぜひ来てね俺結構悩までもれて動画えー、すごい記憶力 寝言に返事しいいけなえ、え、あった、わかるわかるというか聞いたことある寝言はね返事しちゃダメなんだよってでもでもなんかさちょっと話しかけたくなっちゃわん私 <laughs> 寝言そう聞いたことあるおばあちゃんだから15分はあ本ほんとだそれはありだでもさ、こさ今年おにならないのめっちゃめっちゃ驚くよねあとちょっとだりまさんの誕生日まで、ね。 ロで引っ越したからさらさにちょっとなみにだけど最終ライフへ行くとあんまりそのいつも必要に追いかけてくる人たちはそこまでは来ないって思ってるりまさんえもまじりまさんのえ時々配信ででもねあるの <laughs> めっちゃ夜中に配信する時りまさんもめっちゃ眠々で配信してることあるの お日さん寝座てみてねえどうだろう帰ってくるやっ放送寝かしつけてた今日開始ありがとう福岡とじおーフ呂乗せも楽しみだね他のことしないからか相手でははっすごいごとんどく計画ぜん待ってるよリワさんなルもムいったことぜひ覗いてみてねってことでちょっと私は今ねちょっとさっきね5秒前ぐらいに 一瞬記憶が飛ぶかもってくらいすごい一瞬寝た気がするので <laughs> そろそろ私は寝落ちそうなのでそろそろ終わるかなと思いますマジで <laughs> 引っ越し先には一日に何度もきてるしえー、やばそこまでしてくるにああそう瞬間寝落ちそうなあざにまさんの寝落ち気でも 朝の寝起きもい,い,いや人の寝起きが好きなのかもこれ聞いて人の寝てる姿マジ好きなんですよだからうちねメンバーのね寝姿ねめっちゃ持ってる電車とかで寝てたらすぐね盗撮するからねね5月7日何この 7? フロントセブンの7に引っ張られてるけどこの14が正しいですごめんなさい <laughs> ほんとにごめん <laughs> なんか7で挟んでたね5月714フロントセブンの14ですごめん無誘病無誘病なのちさいお疲れありがとう 472割って寝るか472は約36だえ四416で割れそうえ待って4では1108 五十、九、五十、えちょっと頑張って寝そうだった今寝落ち配信する場合もやっ <laughs> そうするよ <laughs> 今ちょっと、やった寝るときにありがとう、寝ます、四百七十実ね寝、初十四日です、ごめん全然その五時に気づいてなかった 何かかあるのかと思ってた7はちょっと特に何もない <laughs> ごめん14お披露目なんでお待ちしてますえ7はねなだんだろうちかみかみかみあ終わったどうしたかやばい月14でした ごめんなさい。二の三乗掛け五十九か。五十九か。センス。ぜひ。ご返せと私はね。羊が一だめだよ。それもう寝るから。そんなことしなくても寝るのに。ということでちょっと本当に終わりますね。みんな寝るからもう。<laughs> ということで、皆さん配信来てくださりありがとうございました。毎日配信しているのでね、多分明日、ちょっとどうだろうだけど、顔出しもしているので、よかったらぜひ、ルームフォローよろしくお願いします。そして、左上のバナーの方から SN、SNS の欄を押していただくと、私の Twitter、そしてインスが、インス。 インスタグラム、YouTube などその他の SNS も見ることができるのでぜひチェックしてみてください。おやすみーみんな。留守番つけありがとう。おやすみー。また明したいましょう。以上、バジザイジャパン福岡県伝道師73でした。またねー。